どうもお疲れ様です。5月22日朝6時の相場解説をしようかと思いますけども、今週はですね、材料が非常に少ないんでテクニカルが大いに生きると思います。その上でも月曜日の材料にちょっと注目していきたいですね。えー、現在時間が6時13分なんですけども、これから2時間後にですね、この8時50分、3月の機械受注ってのが、これ情報としてやってきます。 機械受注っていうのが何なのかってことを下に貼り付けておきますのでちょっと読んでみましょうえ機械メーカーが受注した設備費用設備投資用の機械の受注額を集計したものです一般に企業が生産を行うためには設備投資すなわち機械を購入して準備しなければならないため機械受注は企業の実際の設備投資に一定の生産性を持っているとされています、まあ、つまり機械受注が多ければ多ければですね これからのお日本の生産にものすごく期待が持てるかなっていうことですよね。まあそれを現場にどのように反映していくかっていうことを見るわけなんですけども、それを前提に今日はお話していきますね。はい。例えばね、これ、今日は冷やしを見ていきますよ。デイリーを見た時に、今、値動きとしては137-978で止まってる状態なんですが、え実はね、 一つの価格のポイントとして、138円の673ってのがあるわけですよ。これはどっから来たのかってことなんですけども、実は、えっと、週足を見ていきます。こちらの矢印が書いてあるところ、わかりますここです。陰線と陽線の頭が揃ってるところ。これが138円の673なんですよ。で、今回、ここをもしね、超えていければ、ここの圧力を突破したってことで、 上昇が加速されるんですよね。つまり W の右辺が強いがさらに確定づけられるっていうことになります。でもそうではなくて138円の673を割ることがなく、下に行く、もしくは停滞して横ばいに入ることになったら、まだ上昇の圧力っていうのは顕在化してないんなってことになるわけですよね。よろしいですかね。こちらが未だに影響を及ぼしてるってことですよ。で、えっ、ー、と、戻ります。はい。138円の673。現在、 超えてはいるでしょうでも、さっきの機械受注の発表が8時50分にあった時に、もしかしたらね、突き破って下に行くかもしれないですよ。そうなると、バイへのエントリーはちょっと慎重になった方がいいよねと。でも逆に、上の方にドカーンと行くようでしたら、これはバイですぐについていきましょうっていう判断になるわけですよね。はい、今日お知らせしたいのはそのところですかね。え、それでは、ああ間もなく、あと2、3時間後に機械受注が来ますんで、 ま、星二つなんで強い影響力はないかもしれませんけども、一応それが終わってからね、あの、エントリーするもしないも決めていきましょう。えー、通常でしたら月曜日は様子見ということにお話しするんですけども、多分様子を見ることもなくね、えっと、今週は月曜日から仕掛けていけると思いますんでね、私もそのように思ってエントリーの方をどんどんやっていこうと思います。それでは。